みんな見て、髪伸びたよ。髪伸びた。あ、待って、ちょっとオッケーオッケーオッケー、あ、オッケー。待って、全部オッケーってここで言ってもわかんないよね。あ、今連絡くれた人オッケーだからね。エスミレノ。なるほど。そう。今レノンから連絡来た。いやだ。今日もパーカーでいいやと思って。寒いね最近、急に寒くなった。見て見て、鼻づまり結構マシになったと思わない？鼻が割と良くなった、昨日よりかは。だけど昨日の夜が結構やばくて寝れなかったんですよね。全然鼻が詰まりすぎて寝れなかったんですよっていう話。対面そう決まったからさ、みんな誕生日近くだから、ぜひぜひ会いに来てください。あったかくする、ありがとう。ちょっとね、昨日配信についていろいろ考えてて、なんか私とかの感覚とかだったら10時12時は普通に起きてるんだけど、みんな普通に働いてるやん、学校行ってたりとか。って考えたら10時12時って割ときつくないと思って、まあ、10時12時を織り込みつつの8時10時もやろうかなと思ったの。そしたらいろんな層の人が見に来やすいんじゃないかなと思って。そう、誰かがだけが見れるみたいな感じだとちょっとあんまよろしくないかなと思って、まあ、みんなが平等に見れる感じでこう交互にやっていくことにするね。みんなにも無理してほしくはないから。鼻声めっちゃ元気、ありがとう。そうそう、あの時間だけしか見れない人もいるし、あの時間が見れない人もいるから、だからそう、みん全部待って、明日ってオンラインお話し会やっけ。あれ、明日ってオンラインお話し会だっけ。違うよね、家だよね。来週か。よかったよかったよかった、焦った。あ、今日ありがとう、今日もくま、今日ありがとう、ありがとう、いつもありがとうね。そう、なんかそう、本当に平日とかの感覚がどん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 なくなってきちゃいましたよ。まいちゃんですよ。まいついにダイエットを決意するっていう。いちじくが、あ、この後ね、あの写真あげるんだけど、兵庫に帰った時にいちじくのケーキ食べに行ったんですよ。まあママとママのお友達となんだけど、でもママのお友達に写真撮ってもらったからさ、わざわざママのお友達に写真撮ってもらいましたってツイッターにあげるのあれかなと思ったから、友達に撮ってもらいましたってあげたんだけど、ごめん嘘ついてる、ママのお友達です。いちじくはつぶつぶしてるよ、垢抜けてないよ。ただ最近ピンク色のメイクに変えた、戻した、リップも今日違う、そうピンクに戻した。そうそう、全人類が友達。そう、なんかずっと赤なんか結構ベージュにしてて大人っぽくしとってんけど、やっぱピンクが女の子一番可愛いよねっていう話に結論この中でなりまして、私の中で決まったピンクです。ね、リップはアリスからもらったんだけどね、これあの渚さんがコラボしてらっしゃったね、
ジル・スチュワート、あ、やばい読めない。待ってね、ジル・スチュワートタイムス、やっぱやば、これが読めないって言うんだ、やばい。え、見て、だってこれ読めなくない？これは読めんくない？読めなくない？これ無理だわ。なんかね、でも5番のやつ、そう、やばい、読めんわ。でも5番のやつ、そう、なんかアリスから誕生日プレゼントでもらって、しかもちょうどその時期私がずっと欲しい欲しい買う買うって言ってたやつだったの。だからもうアリスからの誕生日プレゼントでもらった瞬間にもう声出たよね、えっ、ー、ってめっちゃ声出て、ありがとうって言って、そう使ってる、めっちゃ可愛いの。ありがとうアリス、愛用してるよずっと。もうすぐなくなっちゃいそうなんだけどね、買い足してアリスの心を受け継ぐね。容器に入れちゃおうかな。やばい、本当に気持ち悪いとか体が出てる私の、ごめんなさい、すいません。アリスの話になると私にイタニタが止まんなくなっちゃってごめんなさいね。はい、あ、ニャンフィーズありがとう、ギャモめーかわいい、ありがとう。あ、見てちょっとね、あのお話し会までの間ね、なんかね、あのレッスンとかの間は大丈夫だから、ちょっと薄いネイルを塗った、あと2日間しかつけれない。あと2日しかつけれないけど、レノには負けないと思う、マジで。アリスのファン、私がどんだけアリスと隠れてご飯行ってると思ってるの？アリスと私どんだけお寿司一緒に行ったと思ってんの？え、マジでアリスにご飯行った回数誰が一番多いって言われて、多分私が多分一番多い自信ある。私が一番多い自信あります。そう、てくらいアリスとご飯行ってます、仲いいし。そう、軽くマウント取れます、寿司部。私ね、ずっと考えてたの、イコナイジュチャンネルで私は何をしたいんだろうと思って、何したいだろうっていろいろ考えてたの。イコナイジュチャンネルもそうだけど、これからのなんかリア充の活動何したいだろうと考えてたんですけど、私マジでいろいろやってきたんですけど、釣りしたいんです。フィッシングしてみたくて、あ、ツインじゃない、釣りなんだけど、そう、釣りしたくて、なんか、あ、本当に食べたいんです。食べたくて、食べたいとか言っちゃダメか、見たいんです、お魚を。あ、それも違うか、それだったら水族館でいいと思うね。釣りたいんですよ、海釣りしてみたいです。だからみんなでお船乗ってブオーンってこう揺れながら、こうなってる人もいながら、わーってなってる、多分ジュリーだと思うけど、そういう人もいながらで、みんなで釣りをしてみたいです。なんか先輩方もエコノイジョイ全員で行きたいです、釣りに。面白そうじゃないですか。すごいと思う。お祭り。そう、多分自分で釣ってさばいたら本当に高級寿司になるよ。高級寿司よりもすごいと思うよ、絶対。うわー、楽しみ。餌の虫つける、え、餌って虫なんですか？餌って虫なんですか？餌って虫なの？虫やだ。え、虫やだ。はい、NG。
しい、嬉しい。バイバーイ。あ、今日ホワイトニングしてきたから歯白多い。歯白効果もあるけど、あのホワイトニングしてきたから歯白多い。いい。ちょっと加工ついてるけどね。まあ許して許して。ありがとうございます。丸がついてるぜ。バイトお疲れ様。こさつありがとうね。ちょっと目が乾いて仕方ないからちょっと目薬打たせてもらっていいですか。すいません。完了です。ね。髪長いよ。前髪の長さちょうどいいよね。私も思うんだよね。だってさ、見て見て、ここなの。ベストポジションでしょ。前もそう思う。釣りの話30秒くらいだったな。興味の長さと一緒だね。ストレート前ですよ。そう、ストレート前さん。そう、お眉ではない。イエイ。パーカーの季節です。そう、あ、キャオさんかわいい、ありがとう。いっぱい褒めて、いっぱい好きになってね、ありがとう。髪長いのもいいね。あ、イエーイ。いろんなことに興味があるけどね、いろんなことに興味があるとね、やってたことね興味なくなっちゃうから、マジでもう一途に頑張んないと。だから長く続かないんですよ多分。長く続かないのは多分そのせいなんだよな。前はその長さが一番似合ってる。実はもっと伸ばすんですよ。ツインテーがしたくて、本当にツインテーがしたいんですよ私は。そろそろサッカーとかで、サッカーさ本当にさ、そっと投稿を消したんですよね私。そっと投稿を消したんですよね。ちょっと知識のある状態からちょっともう一回頑張ろうと思って、そっと投稿を消したんですよね。こんばんは、こんばんは、はじめまして。そう、ヴィッセル神戸コムめっちゃ強いよね。そう、びっくりしちゃった、グググッと。まあ面白いからいいか。最後優勝、え、でも本当に優勝ありそうじゃない、優勝ありそうじゃないって私思ってるんだけど。ヴィッセル神戸、神戸優勝あるんじゃないかなって思ってますよ。遊びに来てよってありがとうございますよ。こんばんは、こんばんは。やばい、髪の毛ボッサボサやねんけど。お、200回目正門、正門訪問ありがとう。嬉しい。つじゃん、つじゃん、正門正門ありがとね。間違えましたよ、間違えました。なんかさ、私ファンの方と話しててすごく思うんだけど、みんなが何歳なのかなっていう話をこの前昨日したと思うんだけど、私人のことマジでね年齢で見れなくて、大体みんなのこと絶対に若く見るんだよね。お世辞とかじゃなくて若く見えるんだよね。びっくりしちゃうよね。だけどね、そう、大人っぽく見えてた人がね年下だった時にびっくりしちゃったんだよね。マジかってなったよね。
マジかってなったよね。そう、年齢不詳がちだよね。そうだから、あ、めっちゃ仮面揺れた、はい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 とか言ってた。そうなんだよね。同い年だね。そう、何歳でしょうかってなってもね、何歳なんだろうってマジでさ当てれないんだよね。でも何歳でしょうかとか対面で言ってこないでね、あの言われたら私当てれないし、当てた時にもしも上に見ちゃってたらちょっと本当に気まずくて、私もうやばいからやめてね。なんか今の高校生ね、私高校の時に何回も何十回も言ってるからルールが厳しかったっていうのは何十回何百回も言ってると思うんだけど、初めて校則破って制服プリを取りに行った日があったんですね。友達と制服プリを取りに行って、なんて言うんですか、その時ハロウィンだったからハロウィンプリみたいなの通ったんですよ。ここにリボン巻いて、なんていうの、なんかちょっとハロウィンメイクみたいな感じでしちゃって、撮る準備をしてたらなんか社会人の人に話しかけられて、なんかこういうのしてたよねみたいな言われて、めっちゃなんか可愛いねみたいな、あのこういうのできるのも今のうちだからなんかあの楽しんでねみたいな、そう言われて、言われて、なんかあ、そうなんだなとは思ってたんですよ。あ、そうなんだと思ってたんですけど、今ならめちゃくちゃわかります。もう制服着れないです。制服プリ取れない。そうなんですよね、やばい。片方ずつで 0.25 度が違うからちょっと目が、そう、目がやられてんだよ。うわ、アイドルだからね。っていうかニヤズイがさ、すごい年齢層がふんふんって感じだから、そうだからさ、これからも多分きっとあと2年は制服を着ることになると思うの。だってさ、アリスが今高2の代でしょ、このアリスが。って考えたらあと2年はさ、こう制服を着ると思うとびっくりしちゃうよね。メンバーの年齢当てましょう。それはできるよ。アリスとカンね、もともと一緒のつけてんだけど、あのこの配信の時間だけつけようと思って。ニャジョイちゃん若くて怖い。怖くないよ、はい、おいで。お腹すいたけど、なんかね、今日さホワイトニング行ったって話したと思うんだけど、ホワイトニングのあとってね、24時間色付きの食べ物食べれないんですよ。あの食べるなみたいな、あの歯の層が剥がれてるから着色しやすいみたいな感じなんですよ。で、あの着色しやすいんですけど、だからさ、ダメじゃんと思って、そう、私も三ツ矢サイダーなら耐えって思ったの。だけどちゃんと水ね、2リットル買ってそれ飲んでるんですけど、食べれないじゃんと思って、もう色付きを24時間食べれないじゃんってなって、マジでどうしようと思って、最後の晩餐に選んだのはあれです、サムライマック食べましたよ。サムライマック食べました。死ぬ気で食べたよね。食らいつきました。そう、逆に今考えたら好きな色にできるので、缶コーラいっちゃいますか。三角チョコパイ始まるのに私食べれないじゃん。あ、でも5時半過ぎたら食べれるって考えましょう。 OK。
スタバもね、今日、あ、スタバも飲みましたよ。スタバはね、キャラメルミルク飲みました。ただのミルクです。スタバでただのミルク飲むの好きなんですよね。ただのミルク。美味しかったですよ、めちゃくちゃ。ぜひ。家のミルクとは違います。特別な味です。眠くなってきました。すぐ眠くなるんですよね。マックの牛乳は飲んだことないです。愛してますってか、ありがとう、嬉しい、これからも愛してよ、ニャンフィーズ。あ、結婚？あ、ダメですよ、結婚は絶対にしないので。私、絶対に結婚しないので。ダメ。そう、早口で喋ればいいのかな。愛してます。あ、りょう、ありがとう。200回訪問もありがとう、嬉しい。いや、だって結婚ってそんな軽いもんじゃないからね。マジで結婚ばっかしてたらね、ダメだよ。ダメだよ、ワクはもう結婚ばっかをやってても私承認しないですから、全然承認しないですからね。いいやーってママが「いいやん、ダメー、いいやん、ダメー」桃花に説教しようかな。結婚はそんな軽々しくするもんじゃないんだよ。結婚って誰とでもしてもいいもんじゃないんだよ。まいちゃん、メロイの動機。メロイって何？かわいい。こいしょい、おっこいしょい、うおもう裏起も来てますから私。ふふふ、うん、袖をこいしょいした。もうさ、外に出たら寒くて寒くて仕方なかった。やば、今日暑くね。寒いよー。冬仕様です。南半球です。GU のパーカーだよ。これ割とね、着心地よくて好き。着心地バリー。もう長袖かな。そう、最近買ったさ、対面で着てたお洋服もこれからいっぱい着ようと思って、急に寒くなったのでね、着れなくなっちゃった。これ1枚でもう過ごせちゃうから。ロゼミューズのコート待ちですか。私はもうね、バッグが再販されないかなって思ってます。おっきなバッグが、なんか YouTube にも上がってらっしゃっていいなーって。あ、ほちゃんありがとう。ほちゃん、今日もくまさんありがとう。ほちゃん大好きよ。ありがとう。バイト頑張ってね。応援してる。頑張れ頑張れ。
肌触りマジでいいよね、ほんとマジでいい。はぁ、寒すぎてなかなか、健やかじゃないじゃん。ちゃんと健やかになんないといけないよ。疲れが一気に来た。じゃあまた前に会うためにまた適度に頑張ってね。応援してるね。どうも楽しみにしてる。目薬超うまい。イエーイ、特技です。健やかなのにね、風邪一週間治って。冬服かな、対面。多分冬だと思う。寒いからさ、寒いから。最近イチジクにハマりすぎてもうやばいよ。ずっとイチジクなんだよね。イチジクのパフェに、イチジクのケーキに、ドライイチジクに、イチジクのヨーグルトまで買っちゃったんだよね。やばいよね、極端だよね。ありがとうって何にありがとうだよ。でも母さんありがとう、いつもありがとう、ラブだよ。ありがとう、いつもありがとう。そう、イチジク前です。タルトも多分たそなんかケーキタルトだったよ。イチジクじゃなくて、なんだよそれ。やばい、目がゴロゴロだ、やばい。タルトタタン、タルトタタンって何？あれしか知らん、朝のパンのやつ。あー、マジでお腹空いてんけどさ、食べんとこうって決めてんけどさ、無理やろ。この世の中には着色されたものしかなくないか。今日のステーキは、今日はステーキです。これ NG ワードにしようかな。あ、今日ありがとう、かわいい、ありがとう、今日ありがとうね。もう顔もしっかり、ツイッターのアカウントも覚えたから任せて。ありがとう、ありがとう。そう、パンパカパンみたいなね。なんか私が思う東京はさ、なんか渋谷って怖くないですか？人が多くないですか？とっても渋谷怖くないですか？あ、ニャンフィザありがとういつもありがとうだよ、本当にありがとう。ラブ。なんか怖いというわけではないんですが、人が多いのと、なんか犬がいますよね。ハチ公ですか、あれは。ハチ公出口の場所の出口に人がいっぱいいるのが怖いです。新宿は個人的にはアインズトルペがあるので好きです。渋谷にもあるよとか言われたら知らん、それは知らんけど、アインズトルペがあるから好きです。原宿は
美味しい、なんか私の好きな着色料食べ物がいっぱいあるから好きです。表参道はなんか一番おしゃれ。プラザよりアインズトルピです。ポイントが貯まるってモスさんが言ってたからモスさん、モスさん、モスさん。浅草はね、なんか美味しい食べ物が多いので好きです。やばい、目がゴロゴロしてて無理です。あ、わあ、ペンライトだ。目がゴロゴロします。助けてください、泣きそう。代々木、代々木は、代々木は代々木です。まあ代々木は代々木よ、わかんないです、あんまり降り立たない。代々木アニメーション学院です、所属です。はい、こんばんは。あ、代々木のアニメーション学院の所属です。はい、タコやみっちゃんあの、やばい、バカにする、あ、やばい、配信のあの時のみっちゃんの姿を思い出して、みっちゃんにさあタコかぶってたの知ってます？皆さん、配信審査の時みっちゃんタコかぶってたんですけど、もう一回かぶってやって、ちゃかしたらずっとニヤやってくる、面白い、みっちゃんかわいいもう一回タコかぶってやって言ったら絶対に嫌だって言われる。かぶり物配信絶対しないですよ、そんな、しないしない。そう、たこ焼きのイメージ強い。あー、食べたくなってきた。たこ焼きもあかんやん、ソース好きやからな。逆にホワイトニングしてる人って何食べてんの24時間。何も食べてないやろ、何も食べてないやろ。豆腐、米、米、米か、米か、米か、おう、米か、うどんか、マシュマロか、餅か、おでんか、何食べればいいんだろうね。でも米家にないや、米ないです。だから私お家にあるのお茶漬けの素だけなんだってば。お茶漬けの素とヨーグルト3個と梅干しと1日分の鉄分が取れるプルーンみたいなやつしかないって。あと一軸だ、と水と味噌汁の素1個以上です。多分今ね、ほんと限界大学生みたいな、そうなんです、そうなんです。塩ラーメン、塩焼きそば、ホワイトソースのハンバーグはいいらしいぞ。なんかぽくない喋り方なの、おもろい。お茶漬けの素いるよ、4セットくらいあるよ。アイスはあんま好きじゃない、アイスを箱買いしちゃって2本くらい残ってるけど、それ以外もないかな。本当に自炊しよう、来年の目標にしようと。おーし、おーし、ヨーグルトにお茶漬けのものと食べる
前のこと殺しよう前のこと殺しようの髪伸びたよ、ほらほら、今年から頑張ってください今年からちょっと無理です。自炊は難易度高くないですか？難易度高いですよ。でも前絶対にあのアヒージョ作りたい、砂肝の、砂肝のアヒージョ作りたい。あ、自炊術をちょっとずつ教えてくれるの待ってるね、それ嬉しい。なんかお話ししてくれてありがとうだね。それは食べるの好きだよ、砂肝美味しいよね。そう、なんか砂肝好きなんですよね。砂肝とか好きです。そう、そう、食感とかね。でもあれは嫌い、レバーは嫌いです。そこは違うです、そこは違うですって。パエリア、パエリアは違うわ。パエリアは何がわからん。サマーマイマック噛んじゃった。サムライマック自分で作る、無理に決まってるやろ。お酒飲みになっちゃうのかな将来、分からへんけど、まあ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 、そういう時もあります。あ、今はないけどね。レバーはの方が美味しい、レバーの方が世界一。それでは違う。下まつげ綺麗。お、ほ、確かに確かに下まつげ綺麗かも今日。食べたいものを作る。だって私上京してきて初めて豆腐ハンバーグ作った時にこの世の食べ物だとは思えなかった味は豆腐ハンバーグだったんだけど、見た目が本当にもうなんか汚かったんだよね味はめっちゃしっかり豆腐ハンバーグだったんだけど、見た目が本当に汚くて、もう見た目汚くて人に見せれない、うん、みんながさ、もしもさまいがさ自炊始めたらさ、ブログで自炊チャレンジみたいなしようかな。それかショールームでみんなに今日の夜ご飯を見せてあげようか。今日の夜ご飯はイチジクとイチジクヨーグルトでしたけど、だから頑張るよ。そしたら前も健康的になるし、あの健康診断、あの E だっけ、私 F だっけ、なんだっけ、何評価だったっけ、悪すぎて忘れちゃったけど、それも脱出できるんじゃない。ちょっと分かんなかった、ごめん自分の健康を忘れちゃった。ちょっと E を脱出できる、はい、いい機会になりますよ多分。そう、勉強しようと、要観察で病院送りだったんですけど結局病院に再検査行かずに今年もう10ヶ月過ごしてます。そう、いい機会、そうかけたんだよ。そう、10ヶ月過ごした。野菜は野菜ジュースで取る時がありますかね。野菜は野菜ジュースで取る時があります。
認めません。認めないの？認めてよ。野菜ジュースを認めて。本当に。もうね、野菜ジュースを飲んだら腸活してくれると思ってる。これはマジで頭の問題。頭で思ったらしてくれるから。だからもうね、もうイコノイジョイ健康診断怖すぎて震えてる。マジどうすればいいんだろう。もしも私がどうなんだろうったらどうしよう。野菜ジュース太ったからやめた。やべえ、プラシーボ効果です。この世の中の大半プラシーボ効果でできてると思うので、頭の中プラシーボにしましょう。あ、なんかすごいペンライト振られてるんだけど、バグで見えない。ありがとうございます。なんかさ、シューフェムってこういうバグがたまにあるんだよね。誰が送ってるか見えないっていうバグが。そう、逆指ハート。虹ペンダーは見えないんだ。あ、そうなんだ。頑張ろうかな。まあ2ヶ月頑張ろうかな。世の中プラシーボだよ、ほんと。何かなるよ。そうだよ。なんか、どうにかなるんですよ。知らんけど。どうにかなります。あ、眠い。はあ、ちょっと疲れた。なんかね、マジで、どうしよう。あ、消えた。あ、ニャンフィズありがとう。あ、疲れた。もう寝ながら配信していい？なんなら。あ、やばい、でも枕見えちゃった。すいません、すいません。壁。閉じ込められてないよ。隅っこ暮らし、割と隅っこ行くかな。なんかさ、なんか割と隅っこかも。学校じゃなくて隅がいいです。やっぱりどこでも隅がいいかも。電車でも隅がいいと思うし、何でも隅がいいと思うよ。じゃない、知らんけど。端っこが一番落ち着く。隅っこ暮らし。エスミさんの家マジでいい香りする。やばい。このバラしすぎ。エスミさんの家マジでいい香りする。服かな、なんかめっちゃいい香りする。例えるならいい香りがします。めっちゃいい香りする。なんか柔軟剤がいい香り。そう、いたりです。つくんじゃない、知らんけど。やばい、目が。はい、まいちゃんの家は今日は加湿器寝ながら炊いてたら
加湿器炊きながら寝てたら、あの気づいたら布団びしょびしょで起きたら布団びしょびしょもうびっくりしちゃって、もう朝起きたらびしょびしょだったんですよ。そう、なぜなぜだったよね、本当に。ちょっと加湿器頑張りすぎてた、加湿しすぎ、ほんまに驚いた。はい、ね、原因はね、そうあるから、加湿のしすぎっていう。そう、はい、マジでお腹空いたんだけどな、どうしよう。マジでお腹空いちゃった、どうしよう。いいです、もう寝ます、もう寝ればいいんだよ、寝ちゃえばいいんだ、そうやって寝ちゃえば、私がお腹空いても寝ちゃえば全て忘れちゃうから、ご飯が食べれなくなっちゃえばいいんだうーん、やだよ、コンビニ行くこと検討して、あー、それ私したらね、ホワイトニングが着色されてね、歯が黄色くなっちゃえばいいんだへえ、じゃあコンビニでおでん食べて、そのまま私がもう歯が取り返しがつかなくなって歯医者さんに怒られちゃえばいいんだ。まあ、だって帰るときにさ、はい終わりです、ありがとうございました、ありがとうございましたって言ってさ、第一声言われたことをさ、あれからなんか結構着色系のお飲み物だったりとか結構減ってきましたかって聞かれたもん、気まずかった。コアラは結構、はい、飲まなくなりましたね、はいあ、それは良かったです気まずい気まずい気まずい気まずかったよ、コアラはコアラはって言いました。今日眉毛うまく描けた歯医者の先生にひすってほしい、なんて言えばいいだろう、え、歯医者の先生が、じゃあ24時間は着色された飲み物とか食べ物控えてくださいねって言われた、へえ、私が着色された食べ物好きなのよ、好きなのこと、好きなことしててそんなこと言うんだ、へえ、え、あと何言えばいいんだろう、はあ、それで私が夜夜な夜な食べるものを考えてどんどん食べれなくなっちゃって、食べれるものが制御されちゃって、そのまま食べるものを考えているうちに日が昇って朝までずっと食べるものを考えていて寝不足になっちゃえばいいんだ、それで日中全然動けなくて倒れちゃえばいいんだ、倒れちゃって病院送りになっちゃえばいいんだやばいちょっと行き過ぎちゃったすごい歯医者さんそうなるよね、こっちも仕事なんだよって、なら来んなってなるよねなら来んなってなるよね、かわいそう、ごめん、コーヒーが逆さまに提供された経験、
ないよ、はいこちらですって、ないないない、歯医者さんとすごい関係ね、確かにすっごい ピンク、ちょっとピンク、2日間だけピンク、なんかかわいいね、ありがとうございます、やったわ。今日リンプあのピンクと混ざってたリップ変えたんですよ。何回も言うけど、アリスちゃんがくれたやつ、アリスティアンがくれたやつ、今日偉いかもね、ホワイトニング効果かな、エッスミレノンが配信始めた、今日えらいお鼻がすくね、ホワイトニング効果かな、エスミレノン、おいエスミレノン、いたいたおやすみレノン、レノンに伝言、靴返すね、靴返すね、レノンと夢の国に行った時にもともと泊まる予定じゃなかったんですけど、泊まってっていいよって言われたからレノンのお家に泊まったんですけど、服とかも全部持ってきてなかったからフルで借りた、足のサイズ同じでした、そう、レノンなんやかんやね、マジレノンさ自炊上手だからさ、朝起きたらさ、まえちゃんスムージーいる？まえちゃん、なんやっけな、なんやっけな、なんかと、あとまえちゃんこれ食べる？まえちゃん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 言われる、スムージーこの前は作ってくれた、バナナなんかのスムージー、アスパラベーコン巻きも美味しかったです、すごいよね、一個下ですレノン、そうマジすごすぎる、あとは何やろうな、でもマジでねすごいよレノン、マジエグい、自炊能力エグい、おいどっかの丸橋と生活レベル段違いで泣いちゃうって誰や、ああそろそろ配信終わるか、はあそろそろ配信終わるか、おっこいしょい、おっこいしょい、おこらしょい、今来たばっかり、嘘つけ、あゆみんのなんかさ、あのさ、はいはいって感じが好き、あ
ヘイミンに見てって言われてた YouTube マジでおもろいから見た。言っていいか分からへんからここでは言わへんけど、マジでおもろくてめっちゃ爆笑した。マイとヒス構文対決一緒にする？ヒス構文対決。しゃくりした一緒にヒス構文対決する？しよう。壁だってここに頭あった方が楽やねん。ここクッション置いてこう隅っこですよ。めちゃくちゃだって隅っこの方が安心するし、人の邪魔なところにいたくないし、なんか嫌なんですよ。怖くないですか？人の邪魔なところにいたくない。歯医者さんへの必須公文、歯医者さんへの必須公文、ほんまに会心では言われへんけど、もっともっと本気出したらいけるで。へえ、そんなことでいいんだ。じゃあ私はこうなっちゃえばいいんだ。こうなってこうなってこうなっちゃえばいいんだ。それでこうなってこうなってこうなっちゃえばいいんだ。へえ、そうなんだ。かわいそう。歯医者、めっちゃ角、ここ角うわうわ、なんか煽られてみたい。お腹空いてきた、お腹空いてきた。腹ペコなんですけど。自炊する？せえへん。ありがとう、バイバイ。角富士って何ですか？煮物とか？終わらせないよ、おもろい。ラーメン食べたことないな。まいちゃんチャーハン好きそう。バリ偏見すごいねんけど。でもチャーハンそんな食べへんけど、中華そんな食べ、みんな中華好きなんかな。まいそんな中華そんな好きじゃないよな。辛いのが苦手やから。ラーメンに半チャーハンつけてそう。チャーハンはバンバンジー食べてないかな。まいちゃん俺好きそう。おお、よくわかってるね。麻婆ナス最高。ナスほんまに苦手やねん。リゾット派。リゾットもそんな。チャーハンとピラフの違いってなんなん。あ、はいはい、パラパラがピラフ。チャーハンはグッ、あれ、パラパラがピラフ、チャーハンがグッグッだろ、グッじゃない。おお、違う違う、あのパラパラのピラフ、チャーハンは形が半円でグッってなってるからチャーハン。ちょっと日本語通じひんからちょっと喋るのやめましょう。形の問題じゃない。あと味付けがパラパラの塩コショウと薄味か、ガッツリニンニクが効いてるか。ニンニクってめっちゃ美味しくないですか？最近気づいたんですけど、ニンニクってめっちゃ美味しいことが分かって、マジチューブ1本使い切ったのか
あ、もう気づくの遅い、すいません。この子ダメかもしれん。ダメじゃない。だからなんかほんまに美味しい。ニンニクパスタ、あ、うわー、やば、美味しそう。ニンニクチューブ使うために自炊しようかな。チューブ使ってます。なんかあの生ニンニク使ってました、一時期。ピンクの生ニンニク使ってて。直飲みする人いるんですか、怖い、やば。ニンニクパスタ、ペペロンチーノ、ペペロンチーノそんな食べへんねん。お前ミートパスタの方が好きです。まだね、舌がお子ちゃまなんで。たまに自炊するときに使うんですよ、ニンニクの、なんだ、ニンニクの、なんだあれは、加熱した方がいいよ、そのままだと。そうなの、前自炊しててありがとう。調味料だけ増える。匂いかニンニク。でもニンニクさ、食べたらさ、ちょっと友達に会えんくない、人に会えないよね。あのニンニクとニンニク同士、相手もニンニク、こっちもニンニクやったらウィンウィンみたいな感じやけど、私がニンニクニンニクで向こうがニンニクのノットニンニクやったら、もうローズ、うん、じゃない。そう、難しい、はあ、ですよね。はあ、なんでこんな話してるんやろ。焼肉食べたい。焼肉キングに行きたいです。焼肉キング、焼肉キングに行きたいです。ショールーム面白いの、面白いのって言ってくれてるの、ありがとう嬉しい。面白くないけどキングがいい。プレミアムコースにしちゃおうかな。でも今はちょっと節約中だから普通のコースでも行かないですよハラミはそんな、タンが一番好き。なんか初めて、この前、これ言っていいのか分かんないんだけど、赤からって皆さん知ってますか。お鍋屋さんなんだけど、赤から、え、これ大丈夫なのか言って、え、赤からって未成年もいて大丈夫なんですよね。大丈夫だよね。怖い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 、焦った。そう、怖い怖い。そう、赤からに行ったんですけど、初めてメンバーに連れても行ってもらって赤からに行ったんですけど、そう、まあ、そこでもコーラ飲んだんですけど、赤からめちゃくちゃびっくりしました。あんなに美味しいんですね。なんかお店も初めて知って、そう、2からか3からにしてですけど、そう、美味しかった。油揚げ美味しいよね。最後はリゾット風にしたんですけど足りないですね。あの倍は欲しかったなんで食べん倍だって、全員ね、あの20以下で行きました。リゾット美味しかった。ジュリーとレノンとモモカに連れてってもらいました。マイが帰るって言ったら行くよって言われて連れて帰りましたいつもね、なんかご飯とか行くときに、舞がもう帰ります今日はって言ったりとか、今日は仕事がありますとか、今日は適当に
丸め込んで帰ろうとしたら、はいはい行くよ前、はい行くよって言われる3人。そう、割って払うけど言われる3人。はい行くよ、前行くよね、はいオッケー行くよ。そうふふふ、連れて行かれる。みんなこれ買って山桃もっさんに、山桃もっさん山桃もっさんにおすすめされたアイシャドウなんだけど、そう山桃さんにおすすめされたアイシャドウを21回の日から使ってるんだけど、めっちゃいい。から平気です、使ってね。これめっちゃ良かった、キュルキュルになれる。お目目がいいです。そう、目はもっさんで口はあっさんで、そう、もっさんとあっさんで爪は無印良品です。はい、足は縫ってない、めんどくさいから。目薬ロート C キューブアイスクールです。使用です。どういたしまして、使ってね、ありがとう、かわいいって。はっはっ、うーん、みんなさ、コスプレあと何が残ってるかな。マイキアしか愛せないからごめん、泣いた泣いたジュリー。え、コスプレこれから何してほしいとかありますか？わかんなくて。ミコさん、あ、確かにミコさん、チャイナ着ちゃいなよ。チャイナめっちゃ前に来たけどね。ベジータのコスプレなんてないですよ。猫ちゃん、猫ちゃん、にゃんにゃんは、する予定はあるよ。もいちゃんのコスプレ、あ、私やな。そう。犬、JK、バニー、対面猫、いろいろみんなある。何をすればいいか分かんなくて、もうネタが尽きちゃいました。限界大学生、あ、私今じゃん、これじゃんみたいな感じですか。ごめんね、ゆるゆる、ゆるゆる配信ですよ。
犬のおまわりさん。おお。ヤンキー風光で頭が良さそうに見えるコスプレ、メガネかけたらなるんじゃない？スーツとか男装してってめっちゃ言われるけどさ、絶対にしない。な、やだ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 。キモい、バリキモいから来るな。虫おった。うわ、待って、シューってするやつ向こうにある。うわ、最悪。まあいいか、終わったからシュートしていけばいいか。あとでね、やればいい話なんで、今はいいです。違うよ、だってここにドア開けてて入ってくれるのが悪いんだよ。私の縄張りだよ、ここ。ケープで固めてやろうか。かわいそうだよ、それは。ゲセヌだよ、ゲセヌ。もうゲセヌになっちゃうよ。さすがにね、触覚をね、角じゃなくてこっちや。固めてやろうか、ほんと。本物の触覚だね、ガチで固めるからね、私。本当に気持ち悪い。虫や虫、無理です。ちょっとやだわ今の。忘れてください。リセット、リセット。お腹すきました。マジでさ、しきたこと言った瞬間にマジでさ、誰もさ打たなくなるの本当にやめてほしい。泣いちゃった。ケープで固められて、固めてあげるよ。何時までやりまっか。10時半か10時15分か10時か。キャンディークラッシュバリナスイまだやってるんですか。ハミピグバリナスイまだやってるんですか。ウィンドランナーって何ですか。ローモバ、うわー、ローモバ、うわー、ローモバやばい。私の後ろはもう燃えてることでしょう。そうやって私がローモバやってた前世紀を思い出して、あの兵士が燃えたことを思い出しちゃえばいいんだ。そうやって兵士が燃えて戦力が下がって、そうやってどん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 落ちていった私を思い出しちゃえばいいんだ。ネイルしたお話し会までできますよ。最近なんかのゲームしてんの？してません。私のギルドは解散しました。はい、解散。ポッて
しいスマホスタンドは外に出る機会っていうか、なんかまあまあまあ、いつか買います。やばい、ゲームで思い出した、オンライン解約しないと。本当にゆるゆる配信になっちゃってるけど大丈夫かしら。解約できます。おお、知らんうちにここにほくろあった。見えんか、見えんか、あ、見えてるわ。気づいたらほくろあった、すげえ。どうでもいいや、髪の毛になんかついてるよ。こんばんは。眠いって言ったら俺以外のに笑顔を見せんのは禁止ねって出てきた。めちゃくちゃ臭いセリフですね。すいやしゅおふとんだいや。やばい、本当にやばいかも。なんか語彙力がないです。でも寒くなってきたのですが、皆さんお元気ですか？寒いのですが好き。今日は暑かったです。知らんがな。寒いと寂しくなる、それはそう。なんか家族のことを思い出しますね。寒いと寂しくなりますが、そういう時はママと電話してもらって、前も今日ママと電話したんで、ママと電話したらいいと思います。俺とも電話しませんか？ノットノット、舞ちゃんのお話し会行ってみたい。カムカム、ウェルカムカムだよ。寂しい時舞と電話したい。寝ます、おやすみなさい。寒くなくてもいつでも人が恋しい、高橋舞さんはどう思いますか？人が恋しいってなんなん？わからへん。友達とか毎日を充実させましょう。そしたらいいんですよ。一人でも充実してたらいいです。電話しようって送りな。いるんですね、友達がいないので。友達になってあげる。毎のご飯作ってあげたい。ぜひ作ってください。じゃあ電話しようって送ってきます。帰ってこなかったらそういうことです。帰ってきたらそういうことですにしよう。女かニヤニヤ、そういうこと？最悪、最悪、そうやって前の配信を置いてそうやって電話しようっていうスタンプ使って電話するんだ。へえー、
22時半まででね、あの日が回るまで1時間半もあるのにそうやって電話するんだ。へえー、そのまま前は悲しい気持ちになって、そのままどん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 悲しい気持ちになって気分が落ちちゃって9時59分で配信やめちゃえばいいんだ。へえ、そっか。で9時59分で配信やめて、涙に明け暮れて目が腫れちゃって、明日目が腫れてコンタクトが入らなきゃいいんだ。へえ、コンタクトが入らなくて目が見えなくて、メガネの度数のせいで目がちっちゃくなった前が、明日外に出て目がちっちゃいなって世界中の人に笑われて前が悲しい気持ちにしてもいいんだ。うん、俺だけは守ってあげた、ありがとう。なんか頭が回ります、今日だから うまいのかもしれない。なんか必修必須公文みたいな感じののがあるのかな、どこかね。髪の毛サラサラ、でもやっぱ染めてた部分だけね、やっぱ茶色くなってますね。応用必須公文かな。やっと来れた。はじめまして、お邪魔します。お邪魔しました。しましたね、しましてくれてありがとうございます。終わっちゃった。しましただと終わっちゃう。地雷メイク勝手に取り付けた。こうやってやってたらなんか歯痛い人みたいに見えちゃうか。いつか時代メイクで必須公文の日作ろうか。やばいか、アイドルとしてやばいよね。やめとこう。今日前髪綺麗な日、眉毛も綺麗な日、いい日。最終はグッ。ちょっとほんまにお腹すいてもった。前どうしよう、びっくりするくらいお腹すいてもった。ホワイトモカ2杯飲んだら満腹になった。キャラメルミルクだってば。時代はキャラメルミルクですよ。よよ、私は高橋舞。あんまり肩書きない。うん。
動いてるよ。頑張って働きたい。だけど体力ない。お目目がキラキラ。裸眼です。光の入り具合です。裸眼ですよ。お昼まではカラコンつけてましたけど、配信だから裸眼にしました。裸眼じゃない、カラコンじゃなくてクリアコンタクトつけてます。ラッパー来たからラップのコメントバイバイ。なんやねん。かわいそう。フリースタイル。22時、大人の時間の始まりや。よしよしよし。はい、じゃあ前らの時間やで。めいちゃんめっちゃ気になってますやって。ありがとうございます。前のいいところはねえ、はい、みんな帰ってください。その間にリップ塗り直そうと。最悪やな。あ、待って、リップどこやったまえ。リップない。もういいや。あった。気持ち配信だから。落としてた。はい、今日から推し面ですね。お願いします。お願いします。2時間も手持ち配信しています。はい、見直してくださいね。 S からまいちゃん気になってる。覚えるよ、好きになってね。僕も押してね、押してね。ジョイちゃんの推し面増えました。やったー、よろしくね。これから僕もまいちゃん好きになってる。こさつ来てたのに気になってる止まりなんですか。やっと入ってこれました。置いて置いて。覚えますよ。サービス充実。顔をこういこうか。じゃあこう顔を。もういっちゃん、なーに、対面で押し込んでください。いいよ、はい、してあげる。
ピンクメイクの方が好きだ。今日からお願いします。ツイッターとかいっぱいツイートしてくれたら覚えるからよろしくね。ありがとう。X でした、間違えた。この後投稿もするからぜひぜひ見てくださいよ。あ、ポスト、ポストもするからぜひぜひ見てくださいよ。明日の10時から2月17日 ?8 日 ?8 日 ?9 日の どっちかの土日で、個別の対面のお話し会の受付が始まるので、そちらも待ってますよ。私を舞ちゃん推しに引きずる。おいでおいで、楽しいよ、覚えるよ、幸せにするよ、待ってるよ。対面の受付だよ。だからお誕生日近いんだよ私。2月22日なのね、猫の日なんだけど誕生日が。だから待ってるね、お誕生日待ってるね。そう、ぜひぜひ19歳の前におめでとう言いに来てほしいし、なんか直接会える日だから頑張ろうかななんて、まあ冬の女の子が一番可愛いなんて言いますからね。だからみんな会いに来てね、猫の日だよ。あ、まだ私19歳じゃなかった、18歳、18歳最後の私に会いに来てください。よろしく。はい、冬の舞がね一番可愛いですよ。知らんけど、いつも可愛いです。何言ってるんですか。そうですよ。まいちゃんって何歳の代の子ですか。18の代、あ、今年19の代だから、2005年の2月22日生まれなので、ニアジョイだと美月と同じ年ですかね。そう、イコラブさんだとキアラさん。おでんにしたの。冬だけじゃないよ、可愛いの。めっちゃ怒ってる。ありがとう。めっちゃ怒ってる。そう。ぬいみさんだと、そう、ももきゅんさんとしおりんさんです。お、先輩だ。待ってるね。だから ありがとう。来週の方が先輩。うん。お話し会待ってる。ありがとう。待ってる。ぜひぜひね、待ってます。対面いた、対面行ったら結婚。そう、お話し会、おっと、おいでおいで、みんなおいで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 、ぴょんぴょんだよ。明日から対面発売だからみんな待ってるよ。しかもね、今回ね、私さ、4部5部だから、お仕事終わりとか、遊んだ終わりとかに会いに行きやすいんだすよ。4部5部だから、会いに来やすいんだけど、どうですか？ちょっと噛んじゃったね、出すって言ってた。そう。仕事終わりとか、遊んだ終わりとか。
そう、会いに行きやすいから。朝から本気でありがとう。そうだから、そうです、皆さん行けますよ。え、夕方から仕事？え、そんなこと言うんだ。そうやって前がね、夕方から仕事って言って会えなくなっちゃった、悲しい思いしちゃいた。そう、割といい時間帯なので、ぜひぜひ会いに来てください。心臓止めないよ。くん、ヒス。ヒスはちょっとね、ヒスキャラになりたくないから。他のメンバーもヒス公文できるのかな、わかんないですけど。そう、土日はちょっと皆さん会いに来れるかな、わかんないけど。そう、待ってるね。だからね、みんなが可愛くね、かっこよく準備してくれるのを楽しみにしてます。朝じゃないから起きれるでしょ。朝じゃないから起きれるでしょ。俺は朝。ふざけるんじゃない。心肺蘇生、あ、前できる、 AET できるんだよ。AE できるんだよ。 A じゃない、 AD。 そう。あなた、なんじゃろう、あなた、なんじゃろう、大丈夫ですかって習ったの。だってなんせ私無人島キャンプ5泊6日行ってるんで、講習受けました。講習のなんかやつもらいましたよ。そう、えらい、可愛い上に AED もできるんだ、これおもろい。めっちゃ褒めてくれる、ありがとう。そう、無人島キャンプ5泊6日行って、遠泳1キロ泳ぎました。海の足つかない場所で1キロ泳ぎました。そう、だから泳げない子とかもいるじゃないですか。だから後ろから足掴まれたりとか、ラッシュカード掴まれたりとかしましたけど、なんとか生きて帰ってこえました。やっぱ人は九死にね、九死、九、本当になんか死が近い状態になると危ないんでね。そう、学校でですね、あ、15分になった男女読みますね。そうなんですよ、まあ、ぜひぜひ明日の12時からね始まるので、ぜひぜひ見てください。あ、違う、応募してください。対面対面のお話し会、17日と18日、ぜひぜひ待ってますし、今日のツイートも待ってますよ。OK、 OK、 12時やで、で12時からあさっての12時までやから、12時から12時、覚えててね。今日のツイートも待ってますよ。髪の毛伸ばしてる方が好きかな、みんな。まあみんなが何が好きでも私は伸ばすんですけど、だってみんなにライブでいろんな前を見てほしいからですよ。はーい。
やばい、全肯定してくれる人がいる。何も好き、ボブにしませんか。ボブはね、髪長いまいちゃんかわいい、ありがとう。抽選でも絶対当たるよ、大丈夫、応募して。ボブはね、むずいな。こんな感じかな、むずいな、こんな感じ。よいしょ、野獣会の MC をありがとう。怒ってんだけど。何でも可愛いよ、おもろい。ショート好き、ショートもね、人生で一回はしてみたいんだよね。耳です。男女読むね、男女読みます。13位、雪狼さん、雪狼さんありがとう。12位、へこぱんさん、へこぱんさんありがとう。11位、かーい、かーいありがとう。10位、だまいさん、だまいさんありがとう。9位、しどさん、しどさんありがとう。8位、ともさん、ともさんありがとう。7位、まあまあありがとう。6位、つっきー、つっきーありがとう。5位、かんさん、かんありがとう。4位、アクア、アクアありがとう。3位、りょう、りょうありがとう。りょうりょうはなんて書いてくる。こそつは確かに。200回目ホームありがとう、これからもよろしくね、ありがとう。2位、きょうさん、きょうさん、きょうさんありがとう。きょうさん嬉しい、いつもありがとうね。香港在住の、そうなんだ、ありがとうね。じゃあ、え、香港から来てくれてたってこと。え、ありがとうね。1位、にゃんフィーズ、にゃんフィーズキャンもありがとう。舞の投稿もいっぱいしてね、舞見てるからね、ありがとう、見てるからね、ありがとう、ありがとうございます。皆さんすごい、皆さんありがとうございました。あと今日新しく私のことを知ってくださった方に言っておきたいのが、ね、私の配信は毎日ほぼほぼ配信してて、今毎日配信138日目なんだけど、ダンジョブは13位から4位までが名前を読み上げてありがとうって感謝するんですけれども、あの3位から1位まではこの押した時に右側に出るところのに書いてある名前を呼ぶので、あのメッセージとか読むので、ぜひぜひね、3位までに入った方はぜひぜひ書いてみてください。とあとギフトはあの全部読みたいんですけど、全部読んでたら配信できなくなっちゃうから、あの1000以上のやつは名前付きでありがとうって、その度感謝を述べさせていただいております。タワーはまあ時たまによります。その場で感謝を伝える場合と、最後に全部あの時間を使わせていただく場合とあります。なのでよろしくお願いいたします。いきます。あ、結婚もしないです。はい、いきます。1 3 8 1 3 8 1 3 8、ありがとうございました。あと2分だらだら喋りますね。今日とりあえずみんなツイート待ってるから、マインのことメンションして、それかハッシュタグ高橋マイでツイートしてね。それだけ待ってるよ。あと、あ、この後ツイートする、あとこの後ツイートするから、ぜひぜひコメントして、絶対約束、絶対約束、絶対約束、はい、約束、リアクションしてね。
リアクションしてね。好き、ありがとう。乾杯する、待ってる、ありがとう。まえちゃん目がありがとう。写真無理無理なもんは無理。しつこいしつこいよ。壁めっちゃ綺麗。じゃあね、みんなツイート、ツイートすぐするからすぐコメントしてね。待ってるね、ありがとね。壇上じゃなかった人もみんな見てくれてありがとね。バイバーイ、ありがとう。おやすみ、夢見てね。おやすみ。